このフロタンメモはね、かなり感動です。こんにちは、TS メグです。はい、今日はですね、ちょっと番外編なんですけど、今ちょっと出かけてって帰ってきたばっかりなんですけど、はい、なんとね、今ね、うちのポストにあるものが届いていたので、みんなにも見てもらいたいと思って急遽動画を回しました。何かというと、あるプレゼントが届いてました。じゃじゃん、こちら津田株式会社さんねから送られてきた、こちら特選プレゼントキャンペーン商品大中、イエーイ。ということで、こちらはですね、以前福津さんがツイッターでプレゼントキャンペーンをやってて、それの商品が当たったんです。イエーイ。プレゼント運が最近ちょっと良くて、セブンとかのくじとか全然当たらなかったのに、この間チーズが当たったんですみたいな感じでプレゼント運があるんですね。ということで、これは別に PR とかじゃないんですけど、プレゼントの応募したら当たったので、一緒に中見てみようかなと思います。中はね、何が入ってるかは、キャンペーンの時に見てるので分かるんですけど、使ったことないのとかもあるから、一緒にどんな感じなのか見ていこうかなと思います。はい、レポしていこうと思います。では早速開けます。では開けてきます。ワクワク。あ、いやー、すごい、やった。まずね、一番欲しかったのはこのホックサイン、書き心地滑らか、芯が折れにくい鉛筆。これね、すごいね、気になってたの、グッドデザイン賞受賞。そう、グッドデザイン賞受賞したんですよね。それの、なんか、記念のプレゼントキャンペーンだったんですよね。さあ、ごそごそごそ。じゃじゃーん。あ、見て。すごい綺麗な青。いや、これはグッドデザインだわ。ね。あ、ね、ほら。見える？HB2B3B4B4B ゴールドだわ、すごい。これですごい書き心地良さそう。書き心地滑らかだもんね。ちょっと削って使ってみよう。そしてその削るものがこちら、じゃじゃーん、削る。これはいつも私はこれの姉妹品がね、あ、ちょっとすんごい入っちゃってるけど、カスごめん、トガールっていうのを使ってるんですよ。そうで、削るも一応持ってるんだけど、いつもトガールの方ばっか使ってたんだけど、ちょっとね、削るもね、これね、長さがね変えられるよっていう5段階になるやつ。うん、あ、ね、ワンプッシュクリーナー付き、折れた芯も簡単に取ることができますって書いてある。そしてこちら、おー、触り心地よかった。耐水、水に濡れても使えるメモ。すごい、耐水だって。だってお風呂や屋外、雨の日は持ち運び、汗っかきの手にも強い紙って書いてある。じゃじゃーん、なんか見える、すごいね。お風呂マークついてる、ここに、かわいい。お風呂の風呂だ。お風呂の中でもこう、なんか考え事とかして、うーんって思った時とかにこうちょっとかけるみたいな。あー、ちょっと今開けてみたらすごい、すべすべさがね、普通の紙とやっぱ全然違う。面白い。なんかビニールっぽいっていうのかな、なんて言うんだろう、ビニールまでいかないんだけど、なんかツルツル。すごいね。これでも鉛筆でもかけるっていう感じだろうから、ちょっと後で書いてみたいと思います。じゃあ早速ちょっとこれを削るで削って、それをこれに書いてみます3点セットで早速使ってみようと思います。はい、じゃあ早速やってきますね。じゃあまず削る開けて、ね、透明だとね、削りカスが結構、どれぐらい、今どれぐらい満タンかっていうのが分かって、さっきのね、このトガールもそうなんだけど、ね、
ぎゅうぎゅうになりにくくて捨てやすくていいですよね。結構ね、見えなくてぎゅうぎゅうになりすぎると芯が折れやすかったりするのね。だからね、見えるってね、ちょっと見た目汚くなりがちなんだけど、こういう便利ではありますね。ほうほう、これでここをね、こういう感じでやって開けて、ここに穴があってプッシュって書いてある。あ、これがさっき言ってたこれですね、ワンプッシュクリーナー付きって言ってた。こうやってやると中の詰まっちゃった折れちゃった芯とかが取れやすいってことだ。で、ここをダイヤル回して、この線のやつ、太いのと1個目2個目3個目4個目5個目ってこう線があるから、それに合わせて多分回すのがここの長さの調節ってことなんじゃない？2個、こうやってすごい短いってことなんじゃないかな。これだと短い、2個3個、線がね、4個5個、こうやると長いっていうことだよね、きっとね。っていうのでちょっとやってみようと思います。まあとりあえず一番 HB か HB から使っていきます。 HB ね、色が可愛い。この後ろの本当ここが可愛い。あと色もすっごい綺麗な青。これは本当グッドデザイン賞ですよ、本当に。こっちだ、北サインね。HB はピンク、蛍光ピンクみたいな、赤ピンクみたいな色、メイドインジャパンです。では削っていきたいと思います。どうしよう、一番短いのにしてみる。まず一番短いやつ、面白いね、見えるから透明で。お、削れていってますね。スカッとしてきたんで、これで OK かな。え、1個目、めっちゃ短い。本当だ、これの通り、この辺の通り、すごい短い。ちょっと、まあこれでじゃあ描いてみますか。全然尖ってるって感じじゃないですね、四角い感じ。面白い。じゃあこの目もなんかね、この硬い紙が入ってたんで、これを下敷きにするのかな。ちょっと下敷きにしてみようね。描いてみます。あ、もうほんとね、ツルツルなの。ツルツルなんだけど、ちょっとサラッとしてるっていうか。あ、すっごい変な丸になっちゃった。はあ、滑らか、すごい。これはいいですぞ。あーとかね、これはいいぞ。いや、もうこれは鉛筆もいいし紙もいいしってことかな。ちょっと普通の、これなんともない、なんかこう無印の紙。あ、まあね、鉛筆の書き心地もいいけど、この紙のツルツルさもすごいんだ。すごい書き心地がいいです。で、濃くて、この北斎もすごい、やっぱね、この黒が黒くて綺麗。HB すごいしっかりしている。絵とかも絶対これ描きやすいと思う。あー、滑らかいいですね、さすがさすが。じゃあ B から徐々に長くしていこうかな。
削れました。ね、割ってみるとやっぱすごい、削った方がこうだんだん短くなってきますね。で、ここの黒い部分の長さがこんな感じで 1,2,3,4,5 段階こうかあるって感じですね。まあでも使うのこの辺のが使いやすいのかなって思うけど、どうなんだろう。1って何の時に使うのかな。ね、すぐなくなっちゃうよね。どういう時がいいんだろう、ちょっとわかんないですけど、なんか削ってみた感じはこんな感じでした。で、今やってたこれが HB で、次 B ね、 B HB、B、E、 これが 2B、 うん、濃いね、滑らか、ほんと。で、3B、おー、濃い。はい、4B、おっと、ポキって言っちゃった、ちょっと長かったから、はい、こんな感じで結構ね、HB か、これは一緒か、これ HB です。 HB、B、2B、3B、4B っていう感じです。はい、でもほんとね、このメモ帳ほんとお水で大丈夫なのか試したいね。これもちょっと今お水をやってみます。はい、じゃあちょっと水筆でポタポタって垂らしてみる。ポタポタね、これお水すごいなんかブニャーって染み込んでってる感じはしない。一種で、すごい弾いてる。ちょっとこう今ここ擦っちゃったから、これ黒いのついちゃったけど、お水の跡はないよ、サラッサラ。ちょっともう一回こっち側に、あ、だって染み込まないよね。さっきのなんか、ちょさっきの普通の紙と比較してみましょう。トントンってした時に、トントン、全然平気、この上から書いてもにじんだりしない。こっちはちょんちょんちょん、あ、やっぱここふにゃってしている、わかるかな、ここちょっと水でふにゃってしちゃってるんだけど、こっちも何事もなかったかのような肌触りです。これ今 4B だからすごい擦れちゃうけど、すごい、これはね、確かにお風呂で見て平気、お風呂でもできそう。すごい、これね、ちょっとおすすめですよ。なんかお風呂って結構こうね、考え事とかもしやすかったりするじゃないですか、お仕事とか勉強とか、なんかそういうアイデアを出すとかの時にもいいのかもしれない。すごくすごく、ちょっと本当にお水ブブブブ、結構びしょびしょにしましたよね。これティッシュでトントントン、もう何事もなかったかのようです。すごい HB、 ほらスルーリ、何もにじんでないでしょ、すっごい。ちょっとこのフロタンメモはね、かなり感動です。超いい、これ面白い。なんか、まあ、使わない人は使わないかもしれないけど、なんかお風呂とかちょっと本当そういう考え事とかするの、水回りだから料理とかもいいかもね。ちょっとレシピとかメモっとくて、ちょっとね、水つくの嫌だなって思うけど、
これだったら濡れても大丈夫だもん。すごい感動。プロタンメモはね、ほんと超おすすめです。耐水だもん。でも書けるんだもん、鉛筆でもね。ここも錆びないんだって。濡れても錆びないって書いてあるよ。プラスチックリングね。油性ペン、シャープ鉛筆で記入いただきますって書いてある。この留めるゴムもね、ついてるし、パラつかない。ポリプロピレンをこう使用した合成紙。優れた耐水性があり、破れにくい丈夫な紙なんだって。すごいね。破れにくいのもあるね。あ、硬い。ちょっとした力じゃ全然破れない。あ、すっごい。全然破れない。ちょっと感動です、これ。いやー、すごい。これ、おいくらなんですかね。いくらなんだろう。380円ってことかな。ね。いやー、これ超おすすめです。ちょっと感動。はい、ということで今回は、くつわさんからいただいた、プレゼント3点セットを実際に試してみました。私のおすすめ度的にはこれ、プロタンメモっていうのが意外と私このプレゼント企画の中では一番欲しいもの順だと3位だったんですよ。別にメモ帳よりもやっぱ鉛筆が一番欲しくて、まあ、削るも鉛筆削りってすごい使い捨てのところあるから結構あると嬉しいなっていうので、あ、でもまあメモ帳もあったら嬉しいかなぐらいの気持ちだったんですけど、これはすごかった。本当にみんなにも一回使ってもらいたいって思うぐらいすごい面白いです。面白かったです。で、本当この北斎印も見た目も実用性もすごくいいと思う。まだねこれで絵とかは描いてないけど、さっきやった描き心地もすごく良かったし、色の黒さとかも素晴らしかったから、うん、やっぱねこれねすごいね、これもすごい良かったです。で、削るも使う用途によってはすごくいいんだと思うんだけど、私は同じくつわさんの鉛筆削りだったらちょっとトガールの方がおすすめかなとは思いました。うん、これは正直な感じの感想ですね。はい、ということで、でもくつわさん本当にね、素敵なプレゼントありがとうございました。本当に当たるんだなって嬉しかったですそう、ということで今日はくつわさんのプレゼント、ね、開封してみたということで紹介させていただきました。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。みんなも試してみてね。さようなら。インスタグラムの方もぜひフォロー忘れずによろしくお願いいたします。いろいろな動画や写真の方アップしてますので、ぜひぜひご覧になってみてください。オンラインレッスンの方もやってます。概要欄の URL から登録いただくとレッスンで使える500ポイントをプレゼント中です。いろいろなレッスンがあるので、ご自分に合ったレッスンを見つけてみてください。お待ちしてます。今回もご覧いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。